どうも始まりましたよーゴージャス動画です。私がゴージャスでーす。そしてアシスタントははーい、こうのマリカでーす。マリカちゃーんということで、今回も前回に引き続きまして夏の特別企画ハニートラップ梅木の怪談話。こんにちは、梅木カムチェンコです。ブホブホー。そうだ、忘れてた、梅木カムチェンコです。そう、名前がいつの間にかカムチェンコさんって言うんですね。その投資のやつをやるときからカムチェンコっていう名前になりましたけど、そんな梅木が、はい、前回に引き続き、はい、今回も怪談話をやるということで、はい、もう私らもうぐったりですよ。もうそうなんですよ。1日1怪談話でいいんですよ。いや、うん、いやこれでも見てる方はさ、しょうがないじゃないですか。その僕らは3回ですけど、見てる方はもう待ちに待ってるはずですよ。待ってる多分、本当に、はい、前回の放送終わった後に、うん、嘘であってほしいと思って、うん、嘘なんですかねさっきの話はみたいなことを言ったら、うんうん、いやこれが本当なんですよ。いやそりゃそうやろ。や嘘って言ってほしかった。嘘なんですよって言わないでしょ。カメラ回ってなかったら嘘なんですって言ってくれるかと思って。嘘なんですよっていうのは BB 五郎さんだけ。嘘いい漫談ができましたみたいな感じで。まあ確かにね。嘘じゃない。梅木はやっぱ本当に、いやそうですからね、怪談話の伝道師みたいな感じでね。はい、人から聞いた話とかも本当自分の体験のようにすごい怖く言うから。いや言い方悪いな。いやそ怪談ってなかなか自分で体験したやつだけじゃその、うん、そんな出ないですから。そうですよ、カヤ君だけですよ。バレバンバレしてるからね。事件が起こるのは、ね、まあ、人から聞いたのも、うん、自分で経験したのもこう交えてですね、話しますけども、うん、ということで今回もじゃあ怪談話を、はい、お話ししていただきたいなと思いますけども、はい、今回ですね、ガリガリガリクソンさんがもう本当に体験したお話というか、あらで僕も一緒にいるんで、まあ、あの人ちょっと取りつかれやすい気質があるんですよ。ガリガリガリクソンさんはでも、はい、めちゃめちゃ太ったのにね、はい、急に痩せ出したりとかしてね、いやそうなんですよ、うん、いやだからメンタルが非常に、うん、あの危ういというか、危うい、はい、スナック菓子みたいなメンタルしてるんで、そう、そういう人ってスッて入っちゃうんですよ本当に。結構ネタやってる時は結構ね、はい、滑り芸的な感じ でしょ、挑発するじゃないですか、うん、わらって言うんですけど、うん、あの本当普段はちょっとメンタルなんか弱くて、お墓の近くとか通ると、あなんかすごい気持ち悪くなってきたって、いや一緒だ、弱お墓あるだけですよ。いやなんか気持ちわかんねん、僕こういうのわかんねんっていうね。結構だからあの心霊にもね、あの精通されてるというか、好奇心があっていろんなところに首突っ込んだら、うん、偉いことにあったみたいなねお話があって、これちょっとね最初に話すのにね、うん、昔有名になったねお話があって、小鳥箱っていうお話、知ってますかね。昔あの2チャンネルのそういう、うん、とこで話題になった怪談話なんですけど、うんうん、これもしかしたらその、まあ、嘘じゃないかとかね、嘘にしてもこうよくできたなって言って話題になったことがあるんです。まあそれ軽く説明すると、まあ、とある、まあ、主人公の A 君という方にしましょうかね、うん、その方がその友達を待ってたんですよね、うんうん、でもなかなか来ないから連絡して早く来いよって言ったら、いや今ちょっと蔵の掃除みたいなのをして、倉庫をね、倉庫を掃除してて、うん、なんかいろんなんか変なもん触ったんかめちゃくちゃその体調悪いのよみたいな。で来たけど本当に顔も青ざめてるし、ずっと吐き気が止まらんみたいだから、A 君の家でお寺なんですよね。でそのご両親にちょっとどうしたらいいかわからんから連絡したと。で言ったら、あそれちょっと大変やからすぐ帰るって言って、ご両親が戻ってきて、いわゆる普通の救急車を呼ぶとかの治療じゃなくて、もう儀式みたいなのをしてその体調不良を治したって言うんですよ。でそれ何なんって言ったら、いや多分この倉庫には呪いの箱っていうのが多分あったんや、それを触ってしまったんじゃないかなって、うん、その呪いの箱が小鳥箱っていう名前なんですけど、まあそれどういった箱かというと、本当にちょっとね、なんか人間のこうなんていうの、汚い部分が見えるんですけども、こう昔ってこうね、いわゆる年貢とか納めてなんとか農家の方で生きてたんですけども、うん、その年貢の量をたくさん取られると、まあ、生きていけないわけじゃないですか、うん、まあ例えば子供なら口減らしで、まあ、殺してしまわないといけないとか、そういう悲しいのがいっぱいあったんですけども、やっぱり年貢を取った相手のことが腹立ってくるわけですよね。だからそれをなんとか
抵抗したいんですけど、普通の腕力や力ではかなわないんで、呪いをかけるという形で相手を倒そうとしたと。でその箱が小鳥箱といって、さっきお話した口減らしせざるを得なかった子どもの目とか、あとは爪とか内臓とか血とかを、もう本当に手のひらに乗るぐらいの箱なんですけども、今ってあんまりないんですけど、こうカチャカチャって動かすと開くパズルみたいな箱なんですよ。仕掛け箱。そうです。で、その中にその子供何人分も詰めて呪いを強くして相手の家に置くと。で、その家の子供とか女性の方が触ると、体の一部とか内臓とかがドロドロに溶けて、まあ、言ったらその家の女性と子供がいなくなっていくと子供ができないじゃないですか、うん、子供を奪う、子供を取ると書いて小鳥箱という呪いの箱があったと。その小鳥か、はい、でやっぱりこれでよくできた話やなっていうことで、嘘じゃないかとか、いやほんまなんかみたいな話題になって、当時のガリクソンさんがそれを読んで、まあバイトしてたんですよけど、大阪のバイト先でそんな話をしてたら、バイト先の一人が、うちその箱ありますよ、いやいやいや、いやそんなオカルトでもこんなんて実在せんやろって。いやうちの村ってもともと三重県の山奥にあるんですけど、そういうなんていうんですかね、そういう言い伝えとかそういう心霊ってことをむちゃくちゃ大事にしてるんですよ。というのもその僕、例えば昔家にまあおばあちゃんと家族と、まあ大きい家らしいんですけど住んでて、2階が僕の部屋やったんで、こうやって書き取りの勉強してたんですよね。あいうえを書きくけごってこう国語の勉強してたら、パッて顔上げたら窓の外に髪の長い女の人がこっちを見てじーっと立ってると。うわうわうわ。で2階ですから絶対に人は上がれないんですけど、じーっとこっちを見てると。で自分が書いてるあいうえを書きくけご同じように指さして、あいうえを書きくけご、もう拙い口でずっと読んでると。で自分をそれ書きながら、これは気づかれたらやばい、なんか騒ぐとやばいと思ったから、少しずつその部屋から出て、出た瞬間走って1階に降りて、おばあちゃんに、おばあちゃん大変な、上なんか髪の長い女の人が外にいて、なんか外にいて、なんかいんのよ、怖いのよ、だからおばあちゃん何って言ったら、おばあちゃんは全然平気な顔して、大丈夫よ、うちの家周り東西南北とその間8方向に軍人の生首を埋めてるから守られてんねん。え、軍人の生首って何？でそのね、あの村ってまあ未だにそうらしいんですけど、うん、土葬なんですよね。日本にも何個かの地域だけ認められてる、特別に認められてるんですけど、土葬で、まあ、いわゆるお墓っていうところに、今ならねこう石のこう石が立ってるんですけど、まあ、こんもり土が盛られてて、でそれこそ昔その墓を何ていうんですかね、ボンバーマンのゲームに見立てて、うん、子供たちで遊んでたら、本当にボンバーマンじゃないですけど火柱みたいなのがボーンって上がって、たくさんのそこからこういわゆる人玉がわって散っていったのを見たとか。いや何なのそれってことで、まあでもそれなら面白いから一回その村行かせてよ、うん、ああいいっすよいいっすよ、あじゃあ箱を見せますよって言って、うん、次の日曜日ぐらいに会う約束をしてたんですって。ほうほうほう。で連絡はしたものの全然そこから返事がないと。わわわわ。え実家に帰るって言ったのにあいつどうしたんやろな、うん、まあでも約束してるから行こうって言って、夕方3時ぐらいですかね、車に乗って、本当に三重のねインターから結構近いんです、1キロぐらいで行ける村なんですけど、バーッと行って村に着いたんですよね。でもまだ全然着いたよって送っても連絡返事がないと、なんやこれと。でまあダメですよ、本当はダメですけど、当時昔なんで、まあちょっとおふざけじゃないですけど、ドローンを飛ばして、多分一番村で大きい家って聞いてたから、あれやと思うと、中の様子ドローンでちょっと伺ってやろうぜって飛ばしたんですよ。バーンで飛ばしたら、まあドローンって今より動かすの難しいですから、プーンと飛んで窓ガラスにガーンって上がった。うわーっとやってもうた。これは完全に中から人出てきて、お前らって怒られるぞってかって隠れてこう見てたんですけど、誰も出てこないんですよ。え、これもしかしてじゃあ誰もいないのかなと思うんですけど、静かな村聞こえるんですよ。中にテレビの音とか生活の歩く音は聞こえるんで、絶対に人はいるんですけど誰も出てこないんですよ。え、でもちょっと考えて、よく考えたらこの村結構なね家の数はあるんですけど、来てから誰も人見てないよ。車は止まってるけど誰も出てこないよ。何この息潜めてるみたいな感じ。って言った瞬間バーって携帯が鳴った。何ってのがメールが届いてて、ここにいてはダメ、早く逃げてって、そのさっき連絡取れなかったやつからのメッセージが来てたんですよ。何って言って、まあわからないけど、そのドローンバーって回収して車にバーって乗って大阪に戻ったんですよね。でまあしばらくしたらそいつがまた戻ってきたんで、話聞いたら、いやすいませんと、僕は軽い気持ちで見せていいかなと思って話したんですよねと。だから僕ら住んでるけど
この村って古い考えの人多いから、そのガリクソンかなんか言うやつか知らんけど、来てもええけどどうなっても知らんでって言われて、僕そのまんまちっちゃいこの小部屋みたいなところに閉じ込められて、携帯とか取られてたんですよ。でそれがたまたまあの時になんか大きな音したせいで見張りの人がどっか行ったんで、僕そこから出れて連絡取れたんですけど、すいませんって言って、で一応箱とか写真には撮ったんですけどみたいなんで、いろいろ写真見せてもらうんですけど、それより気持ち悪いとか気になるもんがいろいろあるんですよ。もう今時考えられないんですけど、薙刀みたいなのが錆びついたやつが置いてあったりとか、あとはね、なんかね、棒になって先がね、なんかあのパスタすくうみたいなね、トゲみたいなのが出てるのがあって、これ何に使うのって言ったら、いや、なんか聞いたら髪の長い女の人の髪の毛をぐるぐるに巻きつけて振り回して首を折る道具らしいですよみたいな。いや、これ何のためにあの、結局その村の一番大きい家ってことは、あの恨まれてて、だから呪いの箱を送られたんだってなって、いや、これはさすがにその村にはもう行けないなって言ったら、そのバイト先でその男の子と女の子は結婚するってことになったんですよ。いやいや、お前あの村にとっついたらえらいことなるでみたいな、いや怖いからやめてよって言って言われながらも、やっぱそんなに結婚まですんのは断れないですから、そのまんまこう嫁いだんですけど、1ヶ月後ぐらいにメールが届くんですよ。あの言ってた噂本当かもしれんみたいな。え、どういうことって、いや、ちょうど昨日やけど家に親戚がいろんなとこが集まってきたと、うんうんうん、で、まあ部屋でなんか集まって車座に座ってると、で私もそれバッて行きたいけど、まあ、親族しか入れない、僕私なんかまだまだ入ったというか嫁いだばかりが見せてもらえなかったけど、その隙間からちょっとだけこう様子を伺ってたと。だから車座になったみんながちっちゃい四角い箱を持ってるんですって。でそれを袋こうなんていうの、いわゆる風呂敷で包んでるから中は見えないんですけど、みんなが一個ずつちっちゃい箱を持ってカゴメの歌を歌いながら一個ずつ横に回すんです。でその歌が終わった時に持ってるやつを1年その家で預かる。まあ、これいろんなちょっと方にね、あの聞いたんですけども、うん、まあ、おそらくどの箱が本物かって分かったら、その家って呪いの家ですからみんな近づかないじゃないですか。どれが本物か分からなくして1年間預かってどんどん期限を延ばしてこう呪いを薄めていくっていう行為やったんじゃないかっていうお話で、その次の日、また次の日が翌月ですね、連絡来たんですけど、また同じが、もしかしたら今度うちに来たのが本物の箱かもしれない、え、どういうことって聞いたら、私多分それ倉庫にあるのをなんとなく箱に入ってんで分かんなかったらしいんですけど、ドンって触ったかもしれない、右手でだけで触ったらしいんですけど、右半身だけがブツブツできて取れなくなった。いやいやいや、怖い怖い怖い。だからもしかしたらその皆さんの自宅にある倉庫にもそういう呪いの品が混ざってるかもしれないというお話でございます。え、ない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 。いや、これね、倉庫ないよあの、だから多分もともとの生まれがその倉庫があるようなところじゃなかったらあれですけど、まあね、田舎ね、そうね。これその後僕もいろいろ調べたら、結構日本全国に同じ噂があって、例えばなんていうんですかね、あの福岡にもあるんですけど、まあ箱の形は違って、いわゆるあのなんですかね、箱の中にどんどんちっちゃい箱を入れていく、あのマトリョーシカみたいになってる箱で、そういう噂がある地域もあったりとか、うん、元をたどるとなんかいわゆる佐渡に島流しになった罪人の方がこう泳いでこう逃げるんですけど、逃げた先でかくまってもらわないとダメじゃないですか。でその代わりにそういう金持ちの言ったお前が恨むべき相手を倒す呪いを教えるから代わりにかくまってくれみたいなことで佐渡から広まったみたいな噂もある話です。じゃあ本当に呪いの藁人形みたいな感じで、なんか自分が恨んでたらやることができる、うん、そうですね、で、しかもこれ置いてるだけでいいというか、すごい、触ってしまうと呪いにかかっちゃうんで、いやもうすごいすごい技だなそれは。いやいや、もう本当だから俺はなんかね、その幽霊とかっていうよりもこうちょっとオカルトでいうと呪いであるとか、うん、人間のちょっとそういうなんていうんですかね、昔からの習わしがまあ混ざった怪談というか、いやもうお話し、え、それ、え、いつなんですそれ。これでもしばらく、もうかなり前です。まだガリクソンさんがほとんど大阪でバイトしてた頃ですから、10年前ぐらい、はい、でも2000年はもう超えてるわけは超えてますね。いや、まだそんな並ばしがね、あるんだ。その女の方は今もう元気で、でもね、女性は生きてるんですけど、旦那さんの男の人が亡くなったというお話を聞きましたけど、ね、何かがあるとしか考えられない。怖えな。
肩痛くなってきました。いやマジで俺も背中痛くなってきた。またお前のその話し方がなんかすごいやっぱ脳の中で映像化するんだよ。よかった、うん、まあ僕としてはありがたいことですけど、怖い、なんかちょっとね気をつけていた。なんか本当に結構階段の中まで会っていくと、うん、あるんですよ意外に。なんで実家がもしかしたらこのちょっと田舎の方にあるって人は風習が残ってる可能性があるんで。怖いよそんな、結構みんな田舎だよ。いや分からんですけど、うちの実家もなんかあるかもしれないから怖いよ。怖い。そんな今のお話、はい、何うめき声デシベルでしたでしょうか。こちら7億デシベルです。耳壊れるぞ。そんな大きい音聞いたら。うめき声で。いや、いや、だから、うめき声でな、うーってやつなんですよ。7億デシベルってもう、破裂音ですよ。うめき声デシベルですけど、うんね。うん、いや、それてっぺんまで分かりませんから、どのぐらいのあれで声が出てるか。こうなったら、先週の話、大したことないなってなってるでしょ、もう。先週まだデシベルになってない。デシベルじゃないですか。はい、ちょっとジャンルがちょっと違うんですけど。いや、それ、どういう評価で受け取ったらいいかも分かんない。わかんないですし、怖さのジャンルって人々によって違うじゃないですかね。僕は怖い話、怖い人として出たいんですよ、うん、ツッコミを刺すな。でもお前サンミュージックのお笑いの部署に行ってそれは難しいぞ。今日はですよ、ね、もう怖い話バンって出したかったですけど、ございますけども、はい、もう一本あるんです。もう一本、本日2本立てということで、いいですか今日行きましょうか。じゃあもう一本、はい、ちょっとだから今度は、毛色の違った話というか、はい、なんて言ったらいいんですかね、ちょっとまあエンターテインメントに富んだというお話でいきましょうかね。うん、そのやっぱりちょっと暗すぎてこう次行くのってやっぱり皆さん嫌がられるんで、そうですね、はい、うん、まあ、今回ちょっとお話すのはですね、僕ある音を手に入れたんですよ。音、はい、っていうのは、まあ、知り合いの、まあ、言ったら怪談とかね、そういう心霊好きな人で結構集まって、まあ、怪談を話しながら新しく得た情報を交換するんですけど、その中に幽霊を集める音っていうのを手に入れたんや。やばいやつだぞこれは。それ何ですかと、うん、でまあ言ったらなんかねすごい何ですかね、その人音楽にやっぱ詳しいんですけど、ある一定の周波数が反響する場所、まあ、トンネルとかなんかそうなんですけど、うん、ある一定の周波数がものすごい反響して増幅してブーストがかかると、でそういう場所で霊は見られやすいと、うん、でそういうデータをいっぱい集めると、この音が反響してこの音が多く流れるところっていうのは幽霊が多く見られるわけやから、その音だけを集めてくるとどこでも幽霊が集まってくるんじゃないかという理論のもと、その音を集めて作ったっていうのがあって、はい、で僕ちょっとそれを手に入れた1週間後ぐらいですかね、とある番組にちょっとロケがあったんですよ、うん、である心霊スポットのトンネルに行くっていうロケがあって、でまあやっぱりなかなかねロケ行っても映らないですから、せっかくやからこんな音流したらみたいなんで、うん、まあ、その場着いたんですよね。でトンネルの前に立つんです。まあ山奥ですから、そのトンネルっていうの皆さんが思ってる車が通ってるトンネルじゃないんですよ、うん、もう人が歩けるだけ本当にこれぐらいの幅しかないトンネルで、電灯も一個もないですから、こう一つもない電灯ってところは、もう夜中は真っ暗ですし、夕方でももうその黒い丸が見えるだけで、持ってる懐中電灯がないともう何もわからない状態ですよ。怖いでね。でまあやっぱりこう気持ち悪いことに、ああいうところですごい水分多いですから、こうピチャン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 、はいはいはい、なんか音がするんですよ、この水滴なんのかな、うん、その中になんかパンって反響するから人の声じゃないのみたいな。でそこでこうライトを当てたりして写真撮ったりとかね、早めに着いたんでこう何枚もバーって撮ってたんですけど、やっぱり何も映らないんですよ。ただトンネルがあって、まあ、スタッフの AD の方なんですけど、こうやって立ってるのを撮るけど何にも映んないんですよ。いやそりゃそうっすねっていうところで、あそうだと、僕幽霊を集める音っていうのを手に入れたんですよね。ちょっとそれをかけてから写真とか撮ったらどうでしょう、あいいんじゃないですか、面白いじゃないですかって、それをバーって流すんですよ。それもね、なんか人の本当にうめき声なのか何の音なのか分からん、ぐーっと音がずっと流れるんですよ。もう聞いてるだけで気持ち悪くなって、もう一人いた方とかも、いやこれ聞いて頭痛いですね、いやもうこれずっと聞いてるのちょっときついっすね、いやでも分かんないですけど写真何枚か撮るまでちょっと我慢しましょう、ってなんなんやこの音、頭痛くなるなって、なんかパシャッパシャって撮ったんですよ。でいやもう限界、もう止めましょう止めましょうって音が出てきて、でまあ
まあでもね、そんな風に撮れんでしょってバッて写真見た瞬間、いやこれ全然違うじゃないですか。まあ、その同じアングルで真ん中にこう男の人を立たして写真撮ってるんですけど、もう男の人の顔もぼんやりするぐらい真っ白な塊が周りにブワーって映ってて、いやいや、これいわゆるオーブと言われるやつですよね。でもこんな量見たことないですよ。いやいや、こんなに映ってるとか良くないですよって。でこれ面白がってやっぱいろんな人に送ったんですけど、やっぱ霊能者の方がして、いや、オーブは見たことあるし、それ自体は例えば赤い色じゃないと危険じゃないとかそういうお話いっぱいありますけど、この量はもうどこからどこまでが一体の霊かも分かんないですから、こんなとこにいてはダメですってことは、もう逆にですよ、最初映らなかったので、その霊を呼ぶ集める音さえ流せば同じ状況がどこでも作れるなと思うんですよね。やばいやばいやばい。でまあ当然ね、あの期待されてると思いますけど、うん、例の音持ってきております。やだー。いやいやいや、来ちゃうよってここにも。いやだからこれね、せっかくなんで写真を撮って、あの撮れたらね、やっぱり盛り上がるじゃないですか、心霊写真が。いや盛り上がなくてこれ。いやいや、そう体験型アトラクションみたいなもんですからなんで断んのよそれちなみにですけどね、先にね、あのお写真をちょっと見ていただこうと思いまして、はい、その鳴らす前に撮った写真と鳴らした後の違いで、あ、こんだけ違うんだなと。これ多分一番上のやつですかね。これが普通の状態で撮ったんですよ、夜。まあ奥の方だけまだちょっと電灯残ってたんですね。ああ、でも結構あれ広めのね、はい、暗いね。でそのうーっていう音を流してから撮ったのがこれですかね。いや、同じアングルで撮ったんですけど、このもうもやのどこからどこまでが一体かわからない。同じアングルで撮ったんですけど、まあ、見比べてもらったらわかると思うんですけど、全く、いやいや、こいつはなんでそんな堂々としてられるのこの人は霊を信じてない AD の方だったんですけど、いやこんな方になるとはなと。で一応この方のもういない写真も撮ったんですけど、これもう例えば本当にこれが目に見えてたらもうここにいられないじゃないですか。何かが当たって、例えばこれがその水滴とかだとしても、ここまで水滴がバッと当たるような場所ってもう人間入れないですから。疾走感すら感じられるのかな、はい、これ。びちゃびちゃなりますから。これだけのいわゆるオーブというか霊魂を呼んだ音というのを用意しておりますんで。マジで怖えよ。マジで。え、これだって聞いてる方も流れちゃうわけですよね。あ、そう、それだからね、ちょっとね、僕あのうまいことやった方がもしかしたらいいかもしれないですね。僕一回これ番組でこの音流したんですよ、うん、でも気持ち悪いですし、何かあったらいけないということで、そのテレビ局の方が音をあの今から流れますんで、苦手な方は音消してくださいってテロップ入れたんですよ、うん、でそれでOK だったんですけど、翌週にダイジェスト流したら、そのダイジェストの方はそれ流してなくて、思いっきり音が流れちゃったって言って、で、あのツイッター見たら、その見た方から、うん、いや、ダイジェストは音消してねえじゃねえかよみたいなコメントいっぱいあって、その中に3、4人ぐらいですかね、この音聞いてから部屋の中でよくわからない声がずっと聞こえるんですとか。もう絶対自分の部屋で聞いちゃダメだ。いやいやいや、本当にダメだ。外とかにしてください皆さん。いや外だって自分の部屋に集まってきちゃうの嫌じゃないですか。外にも集まってきちゃうからね。まあ、この音流してる瞬間だけ、もしかしたら今からこの音を消していただいた方が、はい、ちょっとあまりにも敏感な方はやめた方がいいかもしれないですね、うん、なんかうまくやってくださいとりあえず聞きますか。出ますかね。ではさ、その音、はい、流させていただきます。流して、はい、写真を撮るんですか。写真撮りましょうか、せっかくなので。はい、撮ります。3、2、1。 OK、はい、それでは、流して、まあそんなにね、多分気分も悪くなっちゃうと思うんで、はい、いきますね。音量かな、はい、弱いかな。はい、おい。気持ちのいい音じゃないね。絶対嫌だ。そう、うめき声に聞こえるもんね、やっぱね。そうですね、そのいわゆるホーミーのっていう音と、それをちょっとブーストかけていろいろ加工してるみたいですけどね。怖い。
ましょう。早く撮ってもう終わろう。早く撮って。怖い。いやマジ怖いよね。はい、撮ります。3、2、1。怖い。止めてくれ。もうなんだ。止めてくれ。気持ち悪い。気持ち悪い。怖い。まあなんともね難しいとこなんですけど、これが、うん、いわゆる霊を集める音ということで、やっぱ集める音ってやっぱそのなんかなんだろうね、うめき声に惹かれてやってくるってことなのかね。聞いたらこのいわゆるその気持ち悪いそのっていう音っていうよりも、うん、やっぱ中に入ってる周波数が本当はなんか肝というか肝心らしくて、うん、そのある帯域だけグンとブーストさせて歪めてるということなんで、だからこれを聞くとなんかいろんな理由があるんですよ。その霊が集まるとも言われてますし、もともといるのがこの音で刺激されて僕らが見えるようになるんじゃないかとかっていういろんな意見があるんですけども、でもこれを聞いて霊はどっちなんだろう、嬉しいのかな、それと気持ちいいから集まってくるとかするあるじゃん。なあ、その気分ですね、集まってる。いやただね、多分その霊っていうのは基本的に感覚としては僕らのことを見てるけどこうやり取りができなかったりするんで、音本当に生き物と一緒で音に反応して何か僕にも聞こえる音があるみたいなんで集まってくるとか。あ、そっかそっか、はい、その辺を飛んでるやつが集まってくるなんて言いますけどね。ちなみに写真はどうよ、さっき撮ったやつですか。うん、一回ちょっと、ああ、うん、おいいね、明るいじゃん、明るいですね。続いて聞いた後、いや怖いな、聞きながらですね。オーブとかもない、オーブとかは大丈夫ですかね。大丈夫というのも変ですけど、背景が白ですからね、もしかしたらこれ、ね、びっしりこの背景にオーブが映ってるけど見えないっていうだけかもしれないですけど、とりあえずこれを流して、はい、もしかして視聴者で見える人もいるかもしれない。そうですね、うん、あとやっぱり心霊でね、うん、多いのはこう放送を聞いてる方が何か声入ってましたよとかね、うんうん、あの見えましたっていう方がいらっしゃるんで、はい、もしよかったらまたこの放送見てた方でなんかいやここちょっと変ですよとか変な音入ってますっていうのがなんか、ね、コメントもらえたらなんか秒数ここの何分何秒のところでね、はい、楽しめるんじゃないかと。そっか、何もありませんように。いや怖い、何もないように。でもあったらあったでバズってほしい。ということでございますよ。マリカちゃん。はい。今のうめきの話、何うめき声デシベルでしたか。はい。こちらは500うめき声デシベルです。あかんやん。そしたらさっきより最初7億だったんだっけ。7億でした。うん、500ってもう0点よりひどいですよ多分。あ、本当ですか。え？私の中では結構高い数字、うん、あ、そうか、7億超えなきゃいけなかったのか。いや、大丈夫、人によってやっぱその怖い、怖くないってのあるから、ね、そうなんですよ、やっぱり人と時の場合にやるので、いや、ですけど、うん、でもこれもし本当に視聴者が見て、うん、いやこれ映ってますよってなったら、うん、その時上がるでしょ、デシベル。いやもうないでほしい。いやもうこれはもう爆上がりですよ。爆上がり、株価と一緒。株価と一緒。いやでもこれはちょっとね、ちょっと視聴者の声を踏まえて、はい、ちょっとまあそれを検証しつつ、何かあったらお呼びします。またあ、よろしくお願いします。まだまだでも動画とか写真もありますからね。そうか、お話もありますから。え、それって何かどっかで見ることできないの。それはもちろん僕がやっている水曜日の怪談というチャンネルで見ることができますよ。いやいや、嘘っぽい感じになりましたけど、梅木のチャンネルがね、はい、1個ね、うん、本当に動画であの今バズったやつが1個だけなんですよ。65万再生ぐらいのやつがあって、うん、それがあの本当に僕もその現場じゃ分かんなかったんですけど、うん、歪む顔みたいなのがふっと降りてきてるのが映ってる動画があるんですよ。すごいじゃん。いやそれは本当に僕も最初一緒にいたカメラマンが編集やってるからやったなこいつって思ったんですけど、最初編集の人も気づいてなくて、コメントで初めてなんか手みたいな映ってませんっていうコメントで僕らが気づいたんですよ。うわ本当やって言って気づいたんで、あこいつやってなかったか、俺は汚い心をしてたって思ったんですけど、まあそういうの本当に皆さんのコメントで気づくこともあるんで、ちょっと協力を願えたらと思います。はい、はい。
いやこんな空気になっちゃいましたけどもありがとうございます。いや心霊ですかね。心霊ですよね。ということで、合図してるんですか？サナ。え？サナ。サナさん？サナ。え？サナは？いないですよ。呼んでないの？呼んでないです。あ、マジで呼んでないの？あ、そう。サナいないって。いや、いないと思ったわ。みんないないと思ってましたよ。俺ズガーって来るのかなと思ったら。いや、どうやって？あ、来ないんだ。あ、なんだ。こんなとこから出るセット、こんな回に使っちゃダメですよ。バラエティ要素、これ本当にないで終わるんだなと思って。あ、そっか、なんだ。いや、逆に、サナ来いよ。何やってんだ、お前。いや、連絡ないと無理でしょ、なんとか、なんか今日なんか梅木さんなんかしそうな気がする。怖いですよ。空気読むのかと思うんですな。ということで、本日ここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。そのさ、杖はさ、はい、最初だけ？いや、これも出すやつやろうかなと思ったんですけど、うん、出すやつ？出す、まあそのさっきの音の話と同じなんですけど、うん、音流しながら杖と思って写真撮ったら、うん、変な写真撮れたっていうのがあって、ほぼ同じ、あのさっきと同じ、まあああいう風に何かが映ると、音を流しながら撮ったら何かが映るみたいなのがあったんで、それから僕結構多用して撮ってたんですよ、うん、でそれこそこの杖もらったんで記念に撮るときに音を流しながら撮ったら、まあ、僕の、まあ、顔というかもうどうやったらこんな写真撮れんのっていうぐらい変わってしまった写真があるんですよね。がこちらでございます。わかりますか、僕普通に帽子かぶってこの杖を真ん中に持ってこうやって撮ったんですけど、顔が何これ真っ黒になっちゃったというか、ビニールテープ巻いたんじゃないですか。いや巻いてないです、巻いてない、これもう目も見えてないですから、こんな状態で撮らないですけど。で、いやマジ怖いよ。よくなんかそのね、あの加工したんじゃないかって言われるんですけど、その場合ってまあ大体まあ黒になるって全部黒になるんですけど、シャツとかはそのまんまの色残ってますし、顔もところどころ残ってるんですよ、肌色がね。鼻と口と、はい、でこれってあの先週にお話しした、うん、あの霊道になってるってあったじゃないですか、うん、黒いところ、うん、あの黒いのともう似た話で、うん、まあ、いわゆる霊魂とかバーって通ったら、そうやって、まあ、いわゆる闇のエネルギーなんで、人間の目にはまあ黒く見えると、うん、だから音を流しながら撮ったことによって梅木さんの周りにいろんな霊魂が集まって闇のエネルギーを浴びてしまってるから真っ黒に映ってるんですよって言われて、マジ怖えじゃねえか。だから霊的にいわゆるすごい、なんていうんですかね、ダメージを受けた、まあ、やけどをしてるみたいな状態と言われて、うん、なんでこれをまあ流しながら撮ると集まるだけじゃなくって、もしかしたら自分にも何かこう寄ってくるエネルギーを浴びてしまうかもしれないよね。俺今日帰ったら玄関で塩だけ浴びて入るわ。入る前ね、お塩、博多の塩使います。うん、いやそのブランドは大丈夫ですよ。テンション高さがです。ちなみにですけど、あのお風呂入るときにそのお塩とあとは日本酒をちょっと入れるとその浄化効果が増すので、うん、ちょっと落ち着いて夜寝れるかもしれないです。飲んじゃったやつでもいいんですか？まあ飲んじゃって入ってったらいいんですけど、はい、風呂の前先飲んでから入ったらアルコールで危ないんで、先に飲む前に入っていただけたら。わかりました。日本酒飲むんかいと思う。酒豪じゃねえか。